JR バス、関東東関東支店。JR バス、関東東関東支店は、千葉県、香取郡多古町にある、JR バス関東の営業所。成田空港の東に近接する多古町の多古台、ニュータウン内に2015年6月に開設された営業所である。JR バス関東の中では、最も新しく作られた営業所で、 整備場を併設した支店建物と車庫を有する。隣接してタコ台バスターミナルが設置されている。管轄路線はタコ本線と栗本線、東関道ルートを中心とする複数の高速バス路線及び操作市のコミュニティバスである。一般路線バスの利用者は成田近郊に集中しており、それ以外の区間では減便傾向が続いている。 乗降方式は、前乗り、全振りで、スイカも使用できる。高速バスは、本所では主に、成田空港を発着するザ、ザアクセス成田を担当する。高頻度運行されている。所属車両のナンバーは、成田ナンバーである。前身の8日市場支店は、成田鉄道のタコ線が、金属教室により休止となったことから、大工輸送を担うべく1944年に、 設置された八海市場自動車区に始まる。タコ町にも旧タコ駅前に車庫や営業センターを設置していた時代がある。一般路線のメインルートであるタコ線はもともとは鉄道線の代行という使命があったが成田近郊の利用は多いものの八海市場寄りの区間は運行本数も少なくなっていった。このため JR かの時点では成田寄りに位置するタコ支所の方が 所属台数が多く、八日市場営業所、当時の本所は、敷地は広いものの数台しか配置されていない状態であった。しかし、1989年の高速バス、鹿島号運行開始により状況は一変する。JR バス関東では、八日市場営業所が運行を担当、後東京営業支店、現、東京支店、 土浦支店も運行を担当るようになったが、鹿島号は大変な盛況で、需要に供給が追いつかない状態となった。新車導入だけではなく、予備車になっていた軽電車などを急遽投入、臨時便、続行便を多数設定して裁くことになったが、特に、鹿島地区からの乗客が多く、鹿島号の増便が進むにつれ、投資店への高速車の所属台数も増加していった。これにより、 八日市場営業所は高速バス主体の営業所へ変貌を遂げ逆に一般路線の比率が小さくなったことから後に多古市所は廃止となった。鹿島号は回送距離が長いことから鹿島神宮駅近くの高架下にバス待機場を設けていた。これが昇格移転したのが鹿島営業所である。2018年10月からは鹿島支店に昇格。 2012年に就航した格安航空 LCC の影響を受け JR バス関東では競合する豊島町距離バスの利用率が低下し新たな収益策として成田空港への乗り入れを模索していたこうした流れの中で空港に近いタコ町に新たな支店の建設を開始し空港連絡バスザアクセス成田への参入を経て2015年6月20日 東関東支店を設置した。これに伴い、8日市場支店は廃止され、路線はすべて東関東支店に引き継がれた。2017年4月1日には、タコ本線の一部の便を成田空港貨物管理ビル前まで延伸し、成田航空科学博物館貨物管理ビル前の運行を開始したほか、成田空港を起点とする定期観光バス。 ウェルカム成田セレクトバスツアーを開始した。投資店常駐車両で運行するもののみ記述する。投資店の所属車両は、鹿島支店所属車両の整備等の都合により、鹿島支店の運用に入ることもある。一般路線は、タコ本線の成田駅、航空科学博物館間以外は、乗客源による減便が続いている。ただし、成田駅航空科学博物館間については、 宅地化により、乗客が増加しており、22時代まで運行されている。2017年4月1日より、成田駅貨物管理ビル前館の運行を開始した。成田駅航空科学博物館館の1日、乗車券と航空科学博物館入館券、展望台入場券がセットになった、航空科学博物館ミュージアム1日乗車券、成田駅航空科学博物館館の1日、 乗車券のみの博物館フリー1日乗車券を JR 成田駅構内の成田市間公共発売している。なお、かつては JR 成田駅8日市場駅間に特急バスが運行されていたが2007年3月23日に廃止された。三立川はもともと三立川駅と称する自動車駅で以前は駅舎があり窓口営業も行い、 大白航路も存在した。現在は駅舎が解体され、さらちになっている。かつて存在した成田鉄道タコ線の鉄道駅とは全く別の場所である。高速車は、ド、トラックス、旧、日産ディーゼル車が多かったが、2017年現在は、日野、セレガハイデッカーの44席車両に統一されている。同車両は、 東京成田空港線での運用があるため、荷物の出し入れがしやすくするためにトランクルームに引き出しが取り付けられている。かつての一般路線車は、日野自動車の大型ショート系、国鉄、JR バスでは、4型と称される野中型車両が主力であった。東急バスからの移籍車、三菱ふそう、エアロスターノンステップバスが複数台配置され、 2017年3月には、一般の専用で、イスズエルガノンステップバスが2台新車投入された。貸し切り専用車として、ジェフユナイテッド市原、千葉チームカラーのイスズガーラが配置されていたが、2018年に、日野、セレガに代替された。運行当初の ON ライナー号には、直結クーラーホイールカントランクとなった、専用カラー車が使用されていた。 操作し循環バスには、市が所有する、日の、ポンチョと日の DSC が使用されている。過去の車両、を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。